VFX グラフには複雑なグラフを管理するための仕組みとしてサブグラフと呼ばれる機能があります。 VFX グラフを作成しているとグラフが複雑になって管理しにくくなってくることがよくあります。このように複雑なグラフはサブグラフを使うことで整理できます。サブグラフとはグラフの一部分を一つのノードにまとめる機能です。カスタムのノードを自作する機能といった方が分かりやすいかもしれません。実際に簡単なサブグラフを作ってみましょう。このグラフのこの部分はランダムなベクトルを生成する処理です。これをサブグラフ化しましょう。この部分を範囲選択して、右クリックメニューから Convert to Subgraph Operator を実行します。名前はランダムベクターでいいでしょう。これで一つのノードにまとめられました。作成したサブグラフの中身を見てみましょう。右クリックメニューから Enter Subgraph を実行します。この中でサブグラフを再編集して挙動を変えたり機能を追加したりできます。このサブグラフによって生成されるベクトルの大きさをプロパティから変えられるようにしてみましょう。プロパティの作り方は通常の VFX グラフと同じです。MAX という名前のプロパティを作り、MAX スロットにつないでいきます。このようにプロパティをサブグラフに追加すると、サブグラフノードの入力スロットとして出現し、値を変更できるようになります。もう一つプロパティを追加してみましょう。min プロパティを作成して、グラフにつなぎ込んでいきます。これで min、max、2つの入力スロットを持つカスタムノードができました。同様の手順で出力用のプロパティを追加することもできます。プロパティを追加してから、これをアウトプット側にドラッグしてドロップします。適当に名前をつけてグラフにつなぎ込んでいきます。こうしてアウトプット側に追加されたプロパティはサブグラフノードの出力スロットとして出現します。こうして複数の入力と出力を持つカスタムノードが自作できました。自作したカスタムノードはクリエイトノードメニューの中に登録されます。普通のノードと同じ感覚で使い回していくことができるというわけです。この使い回すことができるというのはとても大きなメリットです。例えばこのグラフのこことこのように同じ内容の処理が繰り返しグラフに登場する場合、サブグラフを使うことにより見た目がすっきりするというだけでなく、編集の手間も大幅に軽減され作業が効率化されます。先ほど作ったサブグラフオペレーターの他にサブグラフブロックという機能もあります。コンテキストの中で使うブロックを自作する機能です。手順はほぼ同じです。サブグラフにまとめたいブロックを複数選択し、右クリックメニューから Convert to Subgraph Block を実行します。名前をつけて保存して、サブグラフブロックができました。サブグラフブロックの場合も、プロパティを作成することで入力スロットを追加できます。このようにプロパティを追加すれば、このようにブロックの入力として使えるようになります。このサブグラフブロックの機能は、パーティクルの定型的な初期化処理などをまとめるのに便利です。これまでに説明したように、サブグラフの機能は複雑なグラフの整理を行うのに便利な機能です。
また生産性の向上にも役立ちます。自分のよく使う定型的な処理をサブグラフにまとめてライブラリ化していくことによって作業効率がぐんとアップするはずです。ぜひ使いこなしてください。